おお、様になっておるではないか。旅人とファルザン先輩のおかげでキャンディータワーの構想は固まったよ。次はいよいよ制作じゃな。お前は作図に専念を、わしらはキャンディー作りの準備といこう。コレイとオディシアはどこじゃ？二人はドニアザードさんの家でキャンディーの飾り付けをしています。器用な二人のことですから心配はいらないでしょう。いっそのことスメールシティに集まった方が良くないか？なんでここにしたんだ？シティ内だとクラクサナリデビ様の住居に近いから、散歩の途中でばったり会うかもしれないだろ。その点ここならそこそこ離れているし、バレる可能性も低いってわけだ。サプライズを用意しているところをクラクサナリデビ様に見られたら。あら、ここで何をしているの？私の名前が聞こえた気がしたけど。どうかしたのかしら。カービィ。はい。このデザインはなんじゃ。屋根にこんな素材を使うとはありえんじゃろ。失敗じゃ。スメールの数百年にもわたる伝統を裏切っておる。クラクサナリテビ様が見たらきっと心を痛めるはずじゃ。確かにこのファサードも改めて見たらありえないデザインですね。お前ならパパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみせます。建築の話かしら。新しいアイデアを取り入れたデザインも素晴らしいと思うけれど。クラクサナリテビ様、どうか心配せんでくれ。こいつは優秀じゃが時々破天荒なことをしでかすからの。少し手直しすれば問題ない。そう、あなたまでそう言うなら、もしよかったらデザインを見せてくれるかしら。何かアドバイスができるかもしれないでしょ。あら、何か都合でも悪いの？そのデザインの方。みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから。それとも人に言えないトラブルにでもあったのかしら。デザインはその友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。後で取りに行かないと。困ったものです。余計気になってきたわ。ご用かしら。はい、家臣探査で披露する演目をズバイルシアターで練習しているのですが、クラクサナリデビ様の意見を聞きたいとみんなが言っておりまして。そう、ならすぐに向かうわ。わざわざ探しに来てくれてありがとう。いえ、クラクサナリデビ様が時間を作って来てくださればみんなすごく喜ぶと思います。もちろん任せてちょうだい。最近は割と時間に余裕があるの。今日もオルモス校が賑やかだと聞いて見に来ただけだから。じゃあ私はニーローと一緒に行くわね。またお会いしましょう。
時はつい変なことを口走ってしもうた。別にお前のデザインに文句をつけるつもりはなかったんじゃが、わしは優秀な後輩に対してあんな風に叱ったりする先輩ではない。お前も知っておるじゃろ。ええ、もちろんです。そうそう、カーベ。ああー、もうこんな時間じゃ。早うデザインを取りに行け。いつまで手を焼かせる気じゃ。あ、はい、今行ってきます。あの、もし私に聞きたいことや力になれることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。ありがとうございます。クラクサナリデビ様、道中お気をつけて。もうやめてくれ。これ以上は心臓が持たないぞ。念のため、集合場所はパルディスディアイに変更した方が良さそうだね。距離的にここにしたけど、人目につきやすい点を考慮してなかった。今すぐ移動しますか？うん、そうしよっか。カーベにはキャンディータワーのデザインに専念してもらって、残りのメンバーで材料をパルディスディアイに運ぼう。カーベ、お前がデザインしたキャンディータワーならどんな形だろうとわしは賛成じゃぞ。はい。後輩を叱ったりはしないって言うけど、さっきの口ぶりから先輩の若かりし頃の意向が垣間見えた気がする。いや、先輩は今もお若いか。じゃあ決まりだ。明日はパルディスディアイで会おう。